ウーディネ県は、イタリア共和国北東部のフリウリベネツィアジュリア州に属していた県。県とはウーディネ。フリウリ地方の中心地で、ウーディネ市は、州都トリエステ市に次ぎ、州内第二の人口を有する。フリウリベネツィアジュリア州における行政制度再編に伴い、2017年に自治体としてのウーディネ県は廃止された。標準イタリア語以外の言語では、 以下の名称を持つ。フリウリベネツヤジュリア州の中央部に所在する県で、南にアドリア海に面しており、北はアルプス山脈に至る。面積は4905平方メートルに及び、州の面積の半分以上を占める。県域には、州人口の約40%が暮らしており、人口においても州内最大の県となっている。ウーディネ県は、 北でオーストリアと東にスロベニアとの国境に接している。県とウーディネは県域のほぼ中央部に位置し、州とトリエステから北西へ約6 3トルベネツィアから北東へ約1 0 0トルクラーゲンフルトから南西へ約1 0 4トル首都ローマから北北東へ約4 6 8トルの距離にある。隣接する県は 以下の通り、ウーディネ県外略図県域は、フリウリ地方の一部にあたり、北部の山岳地域アルトフリウリ、県と、ウディネを含む中部のメディオフリウリ、南部のアドリア海沿岸部バスサ、フリウラーナに大きく分けられる。アルトフリウリのうち北西部はカルニア、北東部はバルカナーレやカナルデルフェンロと呼ばれる。アルプスからアドリア海に至る県域は広大で、 様々な地域を含んでいる。特にトルメッツを中心とするカルニア地方には自治を求める傾向が強く、北部をアルトフリューリ県として分割することについての住民投票が行われたことがある。2001年に行われた居住地区別人口統計によれば人口8000人以上の都市、集落は以下の通り、うちは所属自治体名を示すが都市、 集落名と同一の場合は省いた。自治体単位の人口はコムーネ参照。この地域は19世紀以降オーストリア帝国を構成するロンバルド・ベネート王国の一部であり、フリウリ県が置かれていた。第三次イタリア独立戦争を経て、1866年にベネート一帯がイタリア王国に編入されると、従来の行政区画を引き継いでフリウリ県が設置された。 第一次世界大戦後、現在のウーディネ県の東隣にあたるベネツィア・ジュリア、地方がイタリア領に編入された。1923年、コリツィア県が解体され、タルビージオ、プレッツォ、カポレット、トルミノ、チルキナ、イドリア、アイドシナ、ビパッツォ、カナーレ、コリツィア、コルモンス、チェルビニアノがフリウリ県に編入された。1927年には、 ゴリツヤ県が再設置されたが、この時、タルビージオ、チェルビニアのキオプリスビスコーネの町は、フリウリ県に留まった。1940年、県名は、フリウリ県から、現在のウーディネ県に改められた。第二次世界大戦後の1968年に、タリアメントカワウガン地方の51コムーネが、ウーディネ県から分割され、ポルデノーネ県が設立された。 翌1969年には、ホルガリーアネルフリウーリが、ポルデノーネ県から、ウーディネ県間下に戻った。1976年5月6日の地震の震度1976年5月6日、ジェモーナデルフリウーリ及びアルテーニア付近を震号とする、モーメントマグニチュード6.4の地震が発生し、989人の犠牲者が出た。 特に震源地に近い町では甚大な被害をこむり、第二次世界大戦の戦災を免れた古い建物が破壊された。2004年には、カルニア、タルビージオ、ジェモーナなどを含むアルトフリューリ県の分離設立について、自治州法に基づいて3月21日には、住民投票が行われた。県庁の所在地をめぐって、トルメッツォとジェモーナが対立したため、その中間にある、 ベンゾーネが県との候補とされた。住民投票の結果、ウーディネ県からの離脱と新県の設立は否決された。カルニア地方では賛成票が多数を占めたが、タルビージオやジェモーナでは反対票が多数を占めた。県には世界遺産として以下がある。ウーディネ118コドローイポラテイザーナ023026043。 トルメッツォ0721609901600127079リニャーノサッピアドーロ057013055037ウーディネ県には136のコムーネが属する主要なコムーネは下表の通り左端の数字は ISTAT コードを示す人口は2012年1月1日現在右の地図中の番号は コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。下表に掲げた主要なコムーネのうち、地図中に名称を記さなかったものについては番号を太字で示した。21世紀に入って以降以下のコムーネ等配合が行われている。ありがとうございます。